花のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ。皆さんこんばんは。この番組は女の子たちが時を超え、さまざまな時代を行き来しながらアイドルとして活躍する姿を描いた青春物語、歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドルのウェブラジオです。今週お送りするのはサイレントクイーン白鳥風花役鈴木アンナと、双星キララ役香上かりんと、双星スバル役アンユリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が司会をするのはなんと5月ぶりらしいです。わー、だって早いの。そう、1回目サイクイラジオ初回と2回目しか私は回ししてなかったから、なんだか久しぶりでドキドキしてる。でも早いですね、なんか回るのが。サイクイラジオ7回目だからね。ねえ、フワキャンちゃん合わせたら14回目とかでしょ。あ、13とかかな。そう、ウェブラジオとしては。そう、早いってびっくりしちゃう。そう、初回から聞いてくれてる人もね、はい、きっといると思うので、いつもありがとうございます。ありがとうございます。もしさ、途中から聞いてくれてる人がいたとしても、こう YouTube 上に残ってるじゃん、アーカイブが。だから聞き直せるからいいよね。そうですね、いつでも好きな時にね。そう、はい、あのまだ緊張して初々しかった初めてのラジオの頃のね、私たちも聞き直さなくていいけど、まあ聞き直してもいいよって感じだね。そうですね、はい、ではでは早速メッセージを紹介したいと思います。ラジオネーム金城さん、ありがとうございます。ありがとうございます。急に海外でライブをすることになったら、まず何を調べますか？地元の食べ物ですか？それとも美しい景色ですか？なんだろう、なんだろうね。私気温から調べるかもしれない。あ、大事だ。確かに。どんな服を持っていくかみたいな、大事。荷物 ね、 そうだ ね、 荷物大事だよ。私海外まだ1回しか行ったことないからさ、もうやばいの。毎回何忘れたらやばいとか絶対に忘れ物何かしてるとか、もし海外に着いてから忘れ物に気づいたらどこで買ったらいいかわからないみたいな。で本当にもうね、緊張がすごくて前日の夜とか寝れない。じゃあなんかチェックリストとかも、もちろん、もちろんチェックリストしてるよ。なんか海外に持ち込めるキャリーケースとか調べた。なんかダメなやつとかあんのかなと思って。あ、で何持ち込めるかとかもさ、大事じゃん。確かに。そうで、前回初めて海外行った時はなんかジップロックに液体物を全部入れないといけない、書いてあって、みんなそれやってると思ってたから、私予備のジップロックとかも持ってて、本当にめっちゃ10個くらいあったの。でも誰も使ってなくて、あれ、私はあのネットで見た情報は何だったんだろうって思った。そうだって、まずさ、みんなとこ空港だった時に、私ジップロックめっちゃ入れててって言ったら、みんな誰も使ってないよって言うから、え、じゃあみんなブッブーってなって通れないじゃんって思ったけど、普通にさ、すんなり通れてたからいけるんかいって思った。確かに使ったことないかも。マジ？鏡はどうよ。あ、私、私は、なんだろう、あ、その泊まる先にの施設を調べる。え、なんでどういう場所かってこと？あ、そう、何が置いてあるかなって。私荷物を減らしたいから、なんか持っていかなくていいものは持っていきたくないから、なんかドライヤー貸し出しあるかなとか、なんか貸し出しコードとかの貸し出しあるとこかなとか、すごい調べるかも。調べた方がいいね、それ。やばい。調べてなかったよ、前回。私もなんか持っていけるもの全部全部入れてもらって。ドライヤーとか忘れてた。なんか日本もさ、想像しちゃって。そう、でもドライヤーないとかあるの？あるんじゃない？場所によるかも。そうなんだ。でも2人は海外慣れしてるもんね、きっと。いや、私も実家だけですよ。私も本当に実家だけなってるじゃん、そこに。いやレジとかもなんかすごい英語ペラペラ喋って、じゃあとりあえず英語喋っとけば、だいたい通じるかなって。どこでもみんな英語だったらみんな分かってくれるかなって思って気持ちで言ってるから。いいね。でも2人はさ、もう日本語だけじゃなくて別の国の言葉も喋れるからいいよね。かっこいいよね。いけるいける、ジェスチ
チャーでもいけるんだから。ジェスチャーでいけないよ。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。はい、じゃあ、うん、何を調べますかからちょっと脱線しちゃったけど、まあその場所にあるものを調べたりとか、うん、気温を調べたりするってことですね、うん、現実的でした、うん、それでは歌のプリンセス様バックトゥーザアイドルサイクイラジオ最後までお付き合いください。歌のプリンセス様バックトゥーザアイドルサイクイラジオ。歌のプリンセス様バックトゥーザアイドルサイクイラジオ、続いてはこちらのコーナー、バックトゥーザプレイ。このコーナーではバックプリの世界観になぞらえて時を超え現代にも残る遊びやグッズを体験します。今日体験するのはこちら。お、今スタッフさんが布を外してグッズを見せてくれたんですが、はい、何これ、何ですか。まずこちら名前わかりますか。わかりません。初めて見た。私も初めて見た。なんか意外とポップな見た目をしています。そうだね、なんか持ち手があって、その持ち手の先に2つ丸いボールがついてる。キャンディみたいな、さくらんぼみたい。そう、キャンディみたいだね。ねえ、これ知ってる。これ振るのかなとは思った。持ち手があるから、確かに振ってカチカチ鳴らせる、ね、遊び、うんうんうん、そう待って、名前当てなきゃ。名前、そうそうそう、名前、カチカチ鳴らす、なんかカスタネットっぽいけど、カスタネット、うん、見た目は全然違うけど、音鳴らすにはカスタネットと似てない。もうこのさ、桜もみたいなこの2つは離れるのかな、うん、今くっついて置いてあるけど、触っていいですか？触ります。離れた。あ、カチってなる。結構高く、硬くない、この硬い、硬いな、硬い音が鳴る。え、何これ。これ思いっきり回すとヒュー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 ってなるとか。あ、なりそうじゃない。なるのかな。だって回してもさ、一緒に回るからカチカチなんないよね。何これ。なんかこういうおもちゃなんか持ってた記憶ある。え、当てて、鏡当てて、名前マジで頑張る。名前本当にわかんない。それ、これがそうなのかもわかんない。ビジュアルが全然違う。どんな感じに遊んでた。え、なんかガン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 。どうしたらガンガンなるのこれ。どん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 、スンスンスン振るの。うん、振ってなんか遊んでたおもちゃに似てるなって思ったな。ちょっとわからないですよ。何でしょうかね。名前、あれ、あれ不正解。わからなかったから名前当てられなかった。何も言ってなかったから私たち。何も思いつかなかったね。では遊んでみますか。あれ。こちら何と言うんですか。名前の紹介か。こちらは。あ、知ってる。こちらはアメリカンクラッカーと言います。ということは、じゃあ私持ってたアメリカンクラッカー。あ、ちっちゃい頃。ちっちゃい頃。さすが。違う違う違う、すごい流行ってた普通日本で。日本で。そう、でもこういう、あの今用意していただいてるようなビジュアルじゃなくて、もっと なんだろう、もっとなんかこういうちょっとなんか何、駄菓子屋さんにありそうなさ、なんか手軽な感じじゃん、なんかもっとすごい大掛かりなアメリカンクラッカーが流行ってた。なんかすごい綺麗な、なんかビー玉みたいな、透明感あるビジュアルのやつで、カン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 って鳴らして遊んでた。え、じゃあこれ音違ったりするんじゃない。それとこれ私が遊んでいいらしいんですけど、遊んでみな。どうぞ。やり方知らないんですけど、なんか振るんだよね。あ、そう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 。あ、そう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 。あ、なんか難くない？じゃあそれを鳴らすの。あ、そう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 。難しいね。それ。なんか一瞬終わっちゃいそうね。難しい。もっとガチーンって音鳴るかと思った。確かに。でも私が持ってたやつはもう数倍大きかったからもっと音鳴ってた。これいいね、静かで。鏡多分慣れてるからもっと大きい音鳴るんじゃない。うん、これは使ったことない。お願いします。聞いてみ
え、マジ？え、難しいよこれ。え、これ難しいよね。待って、待って、まず使い方合ってる。あ、違う。使い方が違うのかもしれない。使い方違う。私持ってたやつなんか紐状だったから。そっか。え、これどう遊ぶのか。正しいの。正しいのかな。あ、なんか説明が。はい。あるらしい。何ですか？上下に動かすことでボール同士がぶつかり合い、ボールがカチカチと音を立てる。とりあえず10回やってみましょうって。あ、見本の動画があります。え、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 無理無理無理。なんか上でも鳴らせるの本当はね。上でも鳴らせなかったけど、今今動画の人たち笑顔でやってるけどできないよね。本当はもっとリズミカルになるの、うん。え、ちょっとあんちゃんも やってみるね。おいおいおい。あ、でも今の良くない？今の良い。今の上下に、あ、上手。スタッフさんがうんってなってた。おー、はい、慣れたら上手くなっていくのかな、ね、これ。いや、難しい。練習したらできるかも ね。これ難しいね。リスナーの皆さんもなんか遊んだことあるかな。ねえ、めっちゃ流行ってた記憶あるんだよな、ね、これ今は？今は流行ってないの？最近見ないかも。でも流行ってるのかな。私やってたの多分幼稚園とかの時だから。そうね、幼稚園初めて見たこれ。子たちには流行ってるのかな。これどこで入手したんですか？ネットに。あ、ネットで。あ、へえ。そうなんだ。難しかったね。難しかった。いや、思い出せなかったね、名前を。思い出したかった。アメリカンクラッカー。今思い出した。アメリカンクラッカーでした。はい、皆さんからも、私たちにこれで遊んでほしい、これ知ってる？という昔の遊びやグッズをメッセージで教えてください。実際に体験します。以上、バックトゥーザプレイでした。歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ。お送りしています、サイクイラジオ。続いてこちらの企画です。キューラバーズミュージックレビュー。このコーナーでは番組宛に届いたサイクイの楽曲への感想を紹介します。はい、ラジオネームゆいかさん。ファーストプロミスのアップテンポな曲調が大好きです。あと、始まりの約束必ず叶えるからの部分が毎回好きで、聴くたびに泣けちゃいます。推しててよかったなと感じることができる曲です。イベントでもそのパートの時に一瞬静かになるところでドキドキしてます。今後も聴けるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファーストプロミスね、好きって言ってくれる方多いよね、はい、うん、嬉しい、はい、嬉しい。やっぱサイクイに、はい、なんか好きになったきっかけって送ってくれる方もファーストプロミスが好きでみたいな人が多い気がするね。そうだね、嬉しい、はい。私もね、風花のそこのセリフのところが大好きで、今ちょっとメール読むとき、風花風に読んでなかった？ちょっとね、ちょっと嬉しい、読んでみました。なんかね、もうちょっとこれからもね、うん、なんか風花のセリフが入る曲聞きたいな。聞きたい、スタッフさんに言って聞けるかな。ちょっと、はい、そうですよね、うん。緊張するよここ。緊張しそう。そう、しかもみんなさ、なこの時さ、ほんとちゃんとシーンで、うん、そうそう、みんなさっきまで聞いてるからね、シーンで。そうそうそう、もう絶対声裏返られないし、タイミングもさ、のんびり喋っちゃうとさ、ドゥルドゥルって入っちゃうじゃん。そうだね、あ、クイーンズになっちゃうから、ちゃんとテンポ、音源聞いて、あ、これくらいのまで喋ってる私と思って、よし、ここで風花ねと思って、タイミング間違えないようにやって、今のところ失敗してないね。ね、うん、毎回キメキメだよ、かっこいい。かっこよかった。すごい好きですね。そこずれたらなんかぐだっちゃう感じするじゃんね、うん、ビシッて決めたいから、そう、風花なら決めるって思って頑張ってる。はい、でもさ、聞くたびに
泣けちゃいますって。そうね、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ここでもう一つ紹介します。はい、ラジオネームのんりんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。クイーンズロード、テンポ感とダンスがとても好きです。やったー、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよね。はい、クイーンズロードすごくいいと思います。私もただこのクイーンズロードのさ、テンポ感とダンスって言ってくれてるけど、あのダンスはサイクイの中で今までで一番あの難しい難易度の振り付けでって言って、ダンサーさんが作ってくれたって言ってたよね。そうですね、確かに、難しい難しい動きが多いって何て言ったらいいんだろう。なんだろう、私はキララはちょっと早い部分があって、そこのテンポ感についていくのが大変だったところはあった、そうか、楽曲も早いから。そうそうそう、振りもね、そう早くなるもんね。かっこよくするために結構細かく撮ってるところがあって、そう、その動き、え、どこ、ね、めっちゃ一番イントロの多分曲始まってないサイレンサイレンやってからのちょっと開くじゃん。あ、でででで、あ、そう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 、そう、そこの部分で、なんかキララが踊ってから、スバルが踊るっていうところがあって、で最後に風花なんだけど、そこの部分のキララの振りがちゃんと一個ずつ取ってて、そこがすごいついていくの大変だった。いや、この曲難しい振り多いよね。しかもさ、カノンで踊るところが結構多いじゃん、こうあの3人で1テンポずつずらしながら踊るやつなんですけど、それもさ、あの練習の時は鏡が見えるからみんなで、あ、この子が動いた、じゃあ次私で、じゃあ次この子だよってなるけど、本番鏡がないからさ、きっとみんな今動いてるよねみたいな、カウント数えてるよね、そうだね、合ってるよねみたいな感じでやってるけど、うまくいってますね。そう、いっぱい練習したからね。そうですね、あとなんかフォーメーションのチェンジも結構多いよね、この曲。多いかも。ファーストプロミスの頃シンプルだったよね。なんかだいたい、あの風花真ん中、吉田星、姉妹が両サイドにいて、で、どっちかが前に出たり、どっちかが後ろに下がったりみたいな感じだった気がするんだけど、なんかこれはそうね、あのね、風花が、あのキララとスバルの間をくねくねしながら歩いていったりとか、本当に怖いよ、私は。あ、そっか、後ろ向きに歩いてるんだ。私、後ろ向きに歩いてるから信用して大丈夫、ぶつからないから。あ、よかった、避けてくれって思いながら避ける避ける。しかも、もしぶつかりそうになっても鏡に転ばないように手をそっと差し伸べる。本当にかっこいいね、ありがとう、歌いながらね、ありがとう。2番のやめろ。そうそうそういや、いろんな振り付けがありますが、クイーンズロードね、好きって言っていただけて嬉しいですね、ありがとうございます。番組では皆さんからのサイクイの楽曲への感想を募集しています。投稿フォームから送ってくださいね。以上、キューラバーズミュージックレビューでした。歌のプリンセス様、バックトゥザアイドル、サイクイラジオ。ここでバクプリからのお知らせです。私たちサイレントクイーンの新曲神隠されが8月27日にリリースされます。それを記念してリリースイベントも開催します。8月24日大阪梅田ヌー茶屋町店、8月27日池袋ワイク329、8月31日秋葉原ゲーマーズ本店、9月1日横浜タワーレコード横浜リブレ店で2回行います。いっぱいですな。嬉しいね。そうだね、やったね、はい、大阪行って池袋秋葉原横浜、ね、ブリブリでございますね。横浜もあるね。全部で5回ですね。はい、はい、そう、全部で5回だね。そうですね、はい、まだレッスンがこの収録のこの日にちには始まってなくてですね、もうすぐ、もうすぐ、そうだね、3日後くらいくらいに始まりますね。はい、頑張ります。頑張ろう。頑張
今あの神隠されの、うん、あの参考動画先生たちがね、うん、踊ってるやつ来てるからきっと神隠されから振り入れをするのかな、ね、楽しみだね。楽しみ。人お二人あの可愛い振り付けは似合うんじゃない？確かに神隠されね、うん、そうなんか、ひららとすばるちゃんはいつも可愛い振りが似合うから、じゃあ可愛くやります。楽しみにしてます。はい、ぜひ皆様会いに来てください。以上バクプリからのお知らせでした。お送りしてきましたサイクイラジオエンディングです。あっという間でしたね。あっという間、早かった、ね、なんかもう最近あのこの放送を楽しみにあの待っててくれてる人がいるらしい。絶対にあのリアもう放送されたすぐに聞くんだって待っててくれる人もいるらしくて嬉しいですね。はい、嬉しいです。皆さんの感想もねいつもすごい早くいただけるから嬉しいです、ね、はい、ありがとうございます。次回の配信も来週木曜夜8時を予定しています。担当はフラワーキャンディの3人です。お楽しみに。投稿フォームからのメッセージも受付中です。私たちへの質問や応援メッセージ以外にもバックトゥーザプレイでは私たちに体験してほしいもの、サイクイを知ったきっかけや第一印象に関すること、 Q ラバーズミュージックレビューでは私たちの楽曲の感想をそれぞれ投稿フォームから送ってください。はい、以上ここまでのお相手はサイレントクイーンの白鳥風花役鈴木杏奈と、北星キララ役加賀美佳凛と、北星スバル役アンユリでした。バイバーイ。